プロジェクトクオリディアは3人の人気ラノベ作家がスピークイージーとして一つの世界観を共有するシェアワールド作品。日本のメディアミックスプロジェクト。ライトノベルが刊行されているほか、テレビアニメ化、コミカライズが行われた。同年代のライトノベル作家、サガラソー、立花の工事、渡航の3人からなるユニットスピークイージーによる複数のレーベルにまたがった。 シェアードワールドの作品群。巻によって著者が異なるが、出版の際は、著者名の後に、ユニット名を付記している。2015年1月に佐良総当渡航の協調による、クズと金貨のクオリディアが刊行基本的に、久し助級晴れ磨くのパートは渡航。畜生夜はのパートは佐良夫さんが担当している。 2015年7月には、立花の工事による、いつか世界を救うために引くクオリディアコードマイナスが、同年10月には、サガラフサによる、そんな世界は壊してしまえ、クオリディアコードマイナスが、2016年7月には、渡航による、どうでもいい世界なんて引くクオリディアコードマイナスが、刊行されている。これら3作品は2巻で一段落の上下刊光生になっている。 ただし表記はナンバリング。2015年12月にクオリリアコードのタイトルでアニメ化が発表。アニメは2016年7月より放送を開始。さらにジャンプ SQ でのコミカライズも発表され、2016年9月号から同年12月号まで連載され、2016年12月2日から同市のホームページにて連載予定。 2016年8月には、渡航によるアニメ版のノベライズが刊行された。小説、クズと金貨のクオリディアは、アンノーン襲来直前の日本を舞台にした、前日短であり、小説、いつか世界を救うために引くクオリディアコードマイナス、そんな世界は壊してしまえ、クオリディアコードマイナス、どうでもいい世界なんて引くクオリディアコードマイナスの約29年、前の物語である。アニメ、 クオリディアコードは、これらの小説の1年後の内容で、安納襲撃からすれば、約30年後の物語となる。東京の生徒の名前は、鳥にちなんでいる。神奈川の生徒の名前は、鉱物にちなんでいる。千葉の生徒の名前は、植物の名前にちなんでいる。本当の人類軍改め、ヨアネス軍の関係者以外、管理局をはじめとする都市の、大人は、 ほぼ全員アンローン側であることが伺える。名前が判明している大人たちの名前は1日の時間帯にちなむ。2016年7月より9月までクオリティアコードのタイトルで放送された。ストーリーはアニメオリジナル。前田理想による漫画家作品がジャンプスクエアにて2016年9月号から連載中。渡航によるノベライズが2016年8月25日に ダッシュ X 文庫から観光。オープニングテーマ歌唱はリサが担当する。エンディングテーマ挿入歌、ラジオクオリディアコード南関東さん、都市防衛機構放送部のタイトルで、2016年7月1日から12月23日まで、響きラジオステーションにて配信された。毎週金曜日に更新。パーソナリティは、石川由依、福原あやか、安西千佳が務めた。 以下の出典は、集営者ブックナビ内のページ。書誌情報の発売日の出典としている。クズと金貨のクオリディアに関するカテゴリクオリディアコードに関するカテゴリありがとうございます。